じゃあ、<laughs> アンダーザーシーは、違う違う違う、アンダーザーシーはね、歌詞がわからんと <laughs>、アンダーザーシーのネタやろ <laughs> いや知らん、知らん人、いや、知ってる人の方が多いんちゃうかな、俺がこれ、これネタってわけでもないけど、不思議なことがあるな、アンダーザーシーって。で、アンダーザーシーっていうのは、アリエルっていう女の子がね、アリエルっていう女の子が <laughs>、 こう海の世界から飛び出て人間と一緒に暮らしたいと思うという物語なんよ。 わか,かるやんな。そういう、リトル・マーメイドっていう、そう,う映画でね、あの、アンダー・ザ・シーっていう曲がそこで流れるんですけど、そこの、その、アリエルという女王のね、女の子のね、ところに、セバスチャンっていう、召使いがいるわけですよ。それが、まあ、ザリガニみたいなね、ヤドカリみたいなやつなんですよ。こいつが、俺はものすごく好きで、このセバスチャンが歌う曲、アンダー・ザ・シーっていうのが、もうこの、リトル・マーメイドの中でも代表作やと思うんですよ。私は代表曲やと思ってるんですけど、ずっと伝えるわけこ一番最初のそのアンダー・ザ・シーは、 え何やったかな隣の海藻は青く見えるさ。また隣の、隣の芝生は青く見えるみたいなことを言ってるんですよ。で、陸に行くのは 大きな間違いって言って。こう、佐渡してんねん、セバスチャンが。セバスチャンがもうすぐこう、佐渡して、佐渡して、で、いかんといて、アリエルに行かんといてって言ってんねん。その気持ちが海の、もう海の全生物アリエル好きやから、こうすんねん。アンダーザシー、素晴らしいって言って、こう、か、入ってくね、こう、イルカとかが、横にこう、カットインしてくね。アンダーザシー、素晴らしいって言って、こう、貝とかもうパカパカして、わかるやろ、言うてること、パカパ,パカパカって言って。 それで、これがいいね。それをやって歌、歌っていくっていう曲の最後の最後で、えっ、ー、とね。あ、明るいビギンのリズム、私のためって言って。人間には砂サンド、みんなには粋なジャズバンド、粋なジャズマン、いつもセッション、素晴らしいアンダーだし、素晴らしいアンダーだしって、こみんながもう、海のみんながわーって言って、全員がこう来んで、ね。 かわいいダンサー、フリル揺れて、素晴らしい、ワイルドに決めて、ハッピー。だから、最高、海の <laughs> おごめんもう分からなかった。もう行方不明やったわ。行方不明やった。なんかそんなのがあんねん。その最後の部分で、バーって、アンダーだしーって、ずっとバーって歌うねん。んど、どこの部分からやったか忘れたけど、イーキなジャズマン、イーツセッション。 素晴らしい。可愛いダンサー。フリル揺れて素晴らしい。ワイルドに決めてハッピー。だから最高。海の底ここが最高。海の暮らし。アンダーザッシー。ってでも、ブワーみんなもう、泡は泡で カ貝もパカパカ、シャチもぴょんぴょんの。ここが最高。海の暮らし。アナセテティー。デれれれンんてテ、デンんてんてテれテ、れんてんてててテ、んンテンテンって終わった瞬間にもうアリエルが陸に行ってるっていうな。アリエル最後に、もうアセバッんャンが、めっちゃもう全ての全生物がもう今輪になってクわーって。 みんなが終わりだって、うわーって歌って、アンダーザーシー、でんでんでんの瞬間にもうあり得る。どっか行ってんねそれが最高に面白い。俺もうそれを何回見たか。で見たらわかる。YouTube で調べてみめっちゃおもろい。アンダーザーシーって調べたら多分もう YouTube で出てくるその最後の部分、全然全然、引きで。セバスチャン引きで。セバスチャンだけになんねん。もう最後 <laughs>。さっきまで。めっちゃパカパカしてた心真珠見せびらかして。もうなんか、ようわからへん。魚の歯とかを。 パカパカ叩いて、セバスチャン <laughs>。魚の歯、パカパカ、パパパパパンパンパパンパンとか言ってやってたのに、全員、シャッって消えて、セバスチャンだけやん。海の底に。これがもうむちゃくちゃ俺好きやん。いや、この曲がまず好きやん。俺、あのねディズニーの曲好きなんですよ。ディズニーの曲が好きって、ディズニーの CD の,あのカバーバージョンみたいなやつ買ったりしたぐらい好きなんです。ディズニーの曲ってやっぱ胸躍るやんか。でもね、やっぱこの映画のやつには勝てないよ。 やっぱどんだけメイ・ジェイがカバーしても、松か子には勝てへんって。やっぱあれは、こう映画の中のあの情景が目に浮かんで、で、最後なんか、あれやねん。って思うね俺見ていことないから分からんけど。ってやろ <laughs> あんたの写真見てみる <laughs> めちゃめちゃいいから。うん、俺、あれの曲は好き。トイ・ストーリーも好き。あ<ー>あんみんな待って。久しぶりだね。今日はね、あのー、本当に久しぶりだよ。だ動画がね、ふがいないから、あまりにも。うん